藤岡町は、かつて、愛知県西鴨郡に属していた町である。2005年4月1日に、藤岡町を含む6町村が、豊田市へ吸収され、消滅した。三国山藤岡町は、三河高原、尾張丘陵、豊田大地にまたがっている。最高標高地点は三国山山頂直下の標高700メートルの地点であり、 最低標高地点は、西中山側と山田側の合流部付近の標高、80メートルの地点である。なお、住民の多くは、標高100から200メートルの地域に居住してきた。藤岡町を流れる河川は、すべてが、矢作川の支流である。東海環状自動車道の豊田藤岡インターチェンジ、かつては、名鉄瀬戸線を、藤岡町まで延長させる構想が存在したものの、 延伸されなかった。このため藤岡町内に鉄道路線はなかった。2005年4月1日に藤岡町が消滅した時点での鉄道を利用する場合の最寄り駅は地理的には愛知環状鉄道線の4号駅であった。ただし2004年3月31日までは名古屋鉄道の三河線の三河広瀬駅などが近かった。なお公共交通などの利便性からは 実質的に名古屋鉄道三河線豊田市駅などが利用されてきた。富士岡町には八橋神社という名称の神社が複数立地してきた。すべての神社が毎年秋に例大祭を開催してきた。富士岡町では総当州の寺院が大半を占め、その他には浄土州や新州大谷派の寺院が見られた。豊田市との合併直前の2005年3月19日に 開業したため、3月31日までの短い期間のみ、藤岡町だった。第二次世界大戦敗戦後のアメリカ合衆国占領下で実施された学生の変更で、中学校までが義務教育に変わったのが1947年である。ABC、藤岡20世紀の歩みピアニッシュも、241から 244ABCD、 藤岡20世紀の歩みピアニッシ二も258から 261AB。藤岡20世紀の歩みピアニッシモも3から 8ABC。藤岡20世紀の歩みピアニッシモも8から10。藤岡20世紀の歩みピアニッシモも10から 13AB。藤岡20世紀の歩みピアニッシモも13から16。豪雨愛知、寄付も九州支社、不明97人。 朝日新聞昭和47年7月13日、夕刊、三班一面に AB、藤岡20世紀の歩みピアニッシも16から17、ハット AB、藤岡20世紀の歩みピアニッシも17から 21AB、藤岡20世紀の歩みピアニッシも515から 516AB、藤岡20世紀の歩みピアニッシも516から519、 ABC、藤岡20世紀の歩みピアニッシモ、511から515、旧山内貨住宅愛知県、今後寺のしだれ桜藤岡観光協会、AB 愛知県緑化センター、昭和の森豊田市観光協会、キセダム、藤岡観光協会藤岡民族資料館、豊田市観光協会、藤岡プルービンググラウンド、藤岡試験場。ありがとうございます。